2000X 年、人間が暮らすことが不可能となった地球。俺はこの荒地に分け合ってやってきていた。ミッションクエストスタート。詫びボーナス出ないかな。学校を卒業して特に働きたい仕事がなかった俺は、バイトがてら流れ星と呼ばれる人気のない仕事ベスト4位くらいの惑星探査の仕事をしていた。流れ星といっても、業務内容は惑星を回ってその場所の環境地を調査して本部にデータを送るだけ。正直めっちゃ楽だし、やる気のない俺にはぴったりな仕事だ。今日も適当に測って送って、家帰って NVTuber 動画あさるか。そんなことを考えながら歩き始めようとしたら、俺に負けず劣らずやる気のない犬酒が背後でゲラゲラ笑い始めた。待って、つからの奥ちゃん今日めっちゃ顔おかしいんだけど、こんなことある？奥ちゃんとは通称奥田んぼんべ。我々のような惑星の調査をメインとした仕事をしている者向けに開発されたタコ型の酸素ボンベだ。近年で一番の発明と言われるほどであるこのボンベは、あらゆる気候、重力、空気中の有害物質を無効化できる超スーパーすげえ発明品だ。もちろん名前がすっとんきょうなだけで、このボンベが生きているわけがない。日によって顔が変わるなんてのはもってのほかだ。おかしいのはお前の頭だろうが、とは言わずに犬崎を無視して歩き始める。そもそもこの犬崎という男、仕事はしないし横でゲームばっかりで、いつか本部に突き出してやろうと思う。俺は今日いつにも増して早く仕事を終わらせたいのだ。早く終わらせないとメアリンゴちゃんの配信間に合わねえだろ。俺の推し NVTuber であるメアリンゴちゃん、今日のメアリンゴちゃんは魔法を使って遊んでみた配信だ。リアタイで見ないと半年は引きずる。この時俺はメアリンゴちゃんのことで頭がいっぱいで、犬崎の声が全く耳に入っていなかった。ねえぞー、こだー。メアリンゴちゃん、今日はポニテかな、ツインテかな。おい塚田、前！ゴンと鈍痛が頭を襲った。最後に見たのは、遥か遠くに小さくなっていく犬崎の姿だった。はぐれちゃった、はぐれちゃった。気絶した俺を起こしたのは奥田んぼんべの気の抜けたアラートだった。いって、何が起きたかわからないが、とにかく頭が痛い。状況を整理するために周りを見渡すが、さっきまで昼だったのに辺りは暗闇に包まれ、拠点は見当たらない。ぼんやりとした頭がはっきりしていくにつれて、血の気が引いていった。事故ったってのか。流れ星は楽な仕事だし、それなりに金も出る。それでも人気のない仕事なのは、不幸な事故と隣り合わせだからだ。いかなる責任も負いませんという契約書にサインをした時に感じた緊張感は、退屈な日々の中でいつしかなくなっていった。やばい、マジでやばい。奥田んぼんべは生命線だ。地球の大気で深呼吸を一回すれば簡単に自殺できる。酸素が残っている間に何とかして拠点に戻らなければならないが、この暗闇では動く方が危険だろう。とにかく夜明けを待つためにどこかに隠れるしかない。廃墟ばかりが並ぶ街並みの中、幸いにも一軒だけまともな建物が残っていた。奇妙なことに、他の建物よりも明らかに傷が少ない。看板に書かれた店の名前は、ハニーストラップ。廃墟の中に佇む一軒の店、怪しさと
夜の危険を天秤にかけながら、俺はドアの前で立ち往生していた。こんな夜中に外にいるなんて危ないですよ。突然聞こえた声。ドアの窓ガラスに目をやると、サラサラとした銀の長髪に硬そうなカチューシャをつけた女性がいた。空気も綺麗ですし、ぜひ店内へどうぞ。身にまとった黒い服とは対照的な純白の肌、ほんのりと刺した頬の紅。こんな廃墟の真ん中にいることが信じられないような可憐さと美しさ。はい。俺は言われるがまま店内に入ってしまった。お待たせいたしました。悪魔の気まぐれブレンドでございます。コトンと音を立てて置かれた白い皿とカップ、限りなく黒に近い濃いブラウンの液体。店に入るなり彼女が入れてくれたのはコーヒーだった。地球が草も生えない大地になってから植物はそれ自体が貴重だ。コーヒーを飲む文化はすでに絶滅していた。俺は大昔のアニメでしか見たことがない。はじめは苦くて戸惑うかもしれないですけど、慣れたらそれが癖になるっていうか、昔はたくさんのお客さんが大好きで飲んでたんですよ。俺がコーヒーの味を知らないことを見越してか、彼女は何かを懐かしむように語りかけてくれた。そして俺はコーヒーを飲んで、いやめっちゃ苦、何これ。初体験の苦さに固まった俺は彼女にまずいともうまいとも言えないままで、なんとなく気まずい沈黙が流れ始めた。その時、一曲弾いてもいいですか。そう言って彼女はギターを取り出した。すごい、弾けるんですか。まあ少し。よかった、ギターはそっちにもまだあるんですね。パッチリとした紫の目が細くなる。微笑んだ目元には泣きぼくろ。嬉しそうなのにどこか憂いを帯びていた。リズムを取る手がギターをトントントンと叩いて、ぬくもりのある低音が店内に響く。透き通って今にも消えてしまいそうなほど色素が薄くて綺麗な指、それが茶色いギターの弦を強く優しく弾いた。俺はハニーストラップで初めてコーヒーの味と彼女を知った。だがその音色だけはなぜだかすでに知っている気がしてならなかった。少し癒えかけていた頭の痛みが不穏げに強くなりだしていた。彼女のおかげで俺はようやく落ち着きを取り戻していた。冷静になるといろいろなことに気がつく。少しでも電力消費を防ぐためオクタンボンベをスリープモードにする。おやすみ、おやすみ。不思議な被り物ですね。なんだかとっても好きです。今となってはこいつが俺の生命線です。やっと落ち着けたようでよかった。私は蒼月エリー、ここハニーストラップで従業員をしています。俺は塚田って気になる。そんなことより角が気になる。コスプレ？かわいい。あんまりジロジロ見ちゃ嫌です。本物ですよ、私悪魔だから。すみません。あ、悪魔ですか。道理でこちとらメアリンゴちゃん限界極めてるんだ。驚かないぞ。かわいい。こんな七でも生きていられる。これはパト、他の子の魔法。私もお店の周りから離れたらあなたと同じです。他の人がいるんですね。瞬間空気が凍った。いた、いなくなっちゃいました。今は一人です。華奢な指を握りしめる彼女はとても小さく見えた。
話聞かせてくれませんか？気がつくとそう言っていた。地球をこんなことにしたのは彼女の仲間らしい。使い魔なるものの存在を危険視した勢力によって右目を失った仲間を見て一人が暴走した結果だそうだ。その子は我に帰ってこの惨状を見ると耐えきれず故郷に引きこもってしまった。もう一度この場所で50年に一度交代でこの場所を守りながら彼女たち4人は引きこもりを連れ返す手段を探している。がこの200年交代が現れたことはない。でも私は信じてるんです。だってパトラが何でも言うこと聞くけんども、何でもって言ったもん。赤い紙切れを大事そうに握る彼女に俺は何も言えなかった。ごめんね、ごめんね。聞き間違いか？オクタンボンベがそう言った気がした。何気なくスリープモードを解除する。まばゆい閃光が部屋を満たす。エリーちゃん、僕のせいでごめんね。そこには眼帯少女がいた。ミコちゃん、ミコちゃんなの？本当に？ミコちゃん、そう彼女に呼ばれた柳色の髪の眼帯少女が小さくうなずいた。悪魔。頭にあった角を見て俺が言葉を漏らしたその刹那、俺の横にいた彼女が目の前に現れた少女に駆け寄る。エリちゃん、ごめんね。うん、違うよ。ミコちゃんのせいなんかじゃない。ミコちゃんは何も悪くなんかないもん。無事でよかった。そう言って彼女は自分よりわずかに小柄なその少女を抱きしめた。少女を優しく包んだその銀髪と小さな肩はふるふると震えていた。目の前で起こった出来事の数々に混乱する。眼帯をした女の子は先ほどのエリの話からすると彼女の仲間の一人だと考えられる。そして右目を奪われた子。俺の声を聞いてハッとしたのか、エリがこちらを振り返って恥ずかしそうに姿勢を正した。そうです、この子は私の仲間の関城美子。え？自分の声が彼女の声を追い抜いたことに気づくには少し時間がかかった。どうして彼女の名前を知っている？そうだ、俺は彼女の名前を知っている。やっぱり僕が思った通りだった。そう言い放った彼女の顔は先ほどまでの無機質ながら憂いを帯びた表情ではなく、何かへの確信を持ったそれに変わっていた。どういうこと、ミコちゃん？この姿で話をしたのは初めてなのに僕のことがわかるでしょ。この姿。彼女の言葉を聞いた瞬間にまたあの頭の痛みがさっきよりも数段強く襲いかかる。思わず俺は頭を抱えてその場にうずくまった。その時とあることに気づく。オクタンボンベはない。オクタンボンベがない。部屋の中を見回してもどこにも見当たらないのだ。やばい、あれがなければ。呼吸できてるでしょ？
そういった少女は眼帯のかかってない左目をこちらに向けた。綺麗な青と黄色がかった水色の瞳、その不思議な輝きを俺に向けながら、少女は言葉を続けた。エリちゃん、たくさん待たしちゃったね。でももう大丈夫。ミコちゃん、やっと使い魔を見つけたんだ。